39本校では、松本麗児作の SF 漫画、銀河鉄道39を原作とした各種アニメ作品について解説する。富士テレビ系列で、1978年9月14日から1981年3月26日に、全113話、テレビスペシャル3話が放送され、翌1982年に、総集編が放送された。東映動画制作。 文化庁推薦作品。最高視聴率は22.8%。なお口述する劇場アニメ版の制作はテレビシリーズ放送開始の3日前に決定されていた。アニメ化にあたっては様々な工夫がなされた。チーフディレクター、西沢信隆がこだわったのは旅をする鉄尾の内面をどう表現するかであった。以下に例示する。 意図的に色調を全体的に暗くすることで、鉄尾が訪れる惑星で直面する様々な出来事に対し、悩みや疑問を抱く鉄尾の心理を表現。鉄尾への感情移入を視聴者に促す演出として、宇宙戦艦ヤマトにも見られた女性スキャットの挿入、叙情的なバイオリンの音楽を多用、センチメンタル、ノスタルジックな情感を視聴者に与えるため、 惑星や人々との別れの様子を差しを長く使って細かく描写。特に格和終盤における999が発射した直後の車内にいる鉄オラと惑星に残された人々の表情や感情を時にオーバーレイや声優によるモノローグなどを目視してそれぞれ丁寧に描いている。ナレーター、高木人氏によるエンディングでの朗読。 その時間に1分撮ることで作品を締め、話を盛り上げ、幻想的な雰囲気作りを行った。またエンディングは、このナレーションに加え上記の3要素も合わさることで、相乗効果を生んでいる。そのストーリーの多くは、他の漫画原作アニメ同様に、原作をトレースするスタイルで、原作のストックが尽きた際には別の、松本短編作品をアレンジした。 アニメオリジナルエピソードなども盛り込まれた。低年齢視聴者への配慮として、過激なセリフ回しを抑えたり、結末を変更した作品もある。また、作中のヒロインメーテルのヌードシーンなどを一部カットする、一方で、原作よりも過激で、暴力的な表現も多々見られた。また、文化庁推薦のアニメでありながら10歳の鉄夫が、飲酒を行うシーンがあるなど、教育上、 問題のある場面もある。なおテレビアニメ版の最終回は、漫画版終了前の放送であったため、原作の結末とも映画版の結末とも違う、独自の展開となっているが、終着駅の消滅とそれに伴うプロメシウムの死、メーテルとの別離という基本的な流れは、踏襲されている。次回予告を車掌役の肝付き兼ねたが行い、最後に、 次回の銀河鉄道39は、に止まりますで閉めることが定番であった。例外として、新番組予告の際には、はいよいよ出発進行。で、最終回予告の際には、に到着しますでそれぞれ閉められている。また、最終話のみ、冒頭で表示されるサブタイトルの読み上げも行っている。スポンサーのポピーからは、関連商品として、 999号に加えて111号から888号までの大キャストのおもちゃが発売されて、オープニングアニメやアイキャッチなどに登場したが、売り上げは今一つだったとされる。本放送終了後は、富士テレビで再放送が数回行われた後、1993年末には、日本テレビにおいて3日連続で、最末派動報。松本レイジスペシャルと名打ち。 OVA, ザ・コクピットと共に永遠の旅人、エメラルダスを除くテレビスペシャル2本が放送された。1996年には同局にて4月から9月にかけ、テレビシリーズの再放送も行われているなどでも、再放送が行われた。2015年2月からフジテレビ2にて再び放送されて、2016年にはテレ朝チャンネル2で、 デジタルリマスター版の再放送を開始したほか、TBK でも2020年7月5日から再放送が開始された。2008年9月より、アニマックスで放送が開始された際には、放送中の CM で銀河鉄道39クイズと、大紙、車掌役の肝付金田によるナレーションで本作を収録した DVD や、その他関連商品が当たるクイズが行われたほか、 アニマックス主催により、ミス銀河鉄道39あなたの選ぶメーテルと称してメーテルに似た女性を募集するコンテストも開かれた。審査委員長は原作者の松本が務め、グランプリには元チェキン娘の藤岡あ美が選ばれた。2009年には15歳未満の男子を対象として、ミス銀河鉄道39同様にアニマックス主催で鉄をそっくりの少年を募集するコンテスト、 銀河鉄道39あなたの選ぶ鉄尾も開かれた。北海道では、テレビ、北海道開局に伴い1990年代末から2000年初めに、かけて19時30分から放映されていた時期がある。後日のリンダロー監督作品である劇場版アニメが冒険活劇、青春のの作品としてまとまっているのに比べると、原作からのトレースが多い。 このテレビアニメ版は男女間の恋愛や家族愛による人間同士のつながりとその反面として人間が陥りがちな愚かさや孤独、弱さがより強調されたエピソードが目立つ。こうした設定の背景として格差社会や死の運命、時間の流れなどが持つ不条理さを描いている。また人間による植民地支配や奴隷制 独裁国家の歴史を下地にした描写も多く見られる。他、一部の総話で、公害やゴミ問題など人間社会の負の部分を取り上げた描写も見られた。エメラルダスやハーロックなど、他の松本作品のキャラクターが登場するエピソードも、あるが、彼らが前線で目立った活躍を見せていた、劇場版に比べると、テレビアニメ版では、エメラルダスは、代理が乗っ取りを図っており、ハーロックは、 偽物が羽振りを聞かせているといった状況で直接戦闘にも加わらないなど、いずれもほぼ原作に準じた描写となっている。銀河鉄道39の項も参照。ナレーターは高木人志で原作で言うところのキャラクターの心中や状況説明などに使用される巻紙の役回りである。各回のサブタイトルは基本的に原作と同様である。 前半パートと後半パートで使用されたエピソードが異なる回では、後半パート側の原作サブタイトルが使用されている。999以外の松本の他作品を原作とした回には、その作品タイトルを備考欄に記した。これらを収録している短編集の表題については、客中を参照。タイトルコール話だが、最終話のみ、気持ちきかねたがタイトルコールを務めている。 1978年、1979年、1980年、1981年、1982年スペシャル版のオープニングは、1979年から山口線で運行されている SL 山口号こと C57-1 の実写が最初に映し出され、同期がトンネルに入ってから、レギュラーのオープニング映像につながるというもので、 C57-1 正面の999号のヘッドマークとデフレクターと淡水車側面にアニメと同様のロゴが合成で書き込まれていたほか冒頭では山口線で走行している胸のテロップが用意されていたまたテーマ曲は紅述の語題語による映画版主題歌であった撮影は C57-1 が復活し話題となった1979年の9月 8から9日にかけて行われた。出発は、津和野駅から、走行時は、日本駅から新山口へ向かうところ、長戸京駅鉄橋走行、徳佐船平山間、地腹、鍋倉間、徳佐を出て、船平山から、白井トンネル、和紙玄トンネル等、計6カ所のトンネルを潜る箇所が撮影されている。なお、日本テレビで、スペシャル版を放送した時には、 番組開始時に鉄オートメーテルのやり取りが新規に追加されたほか、コンピューターグラフィックスを使用したオリジナル映像で999号などが CG で再現された。系列は本放送終了時点の系列。放送日時は個別に出展が掲示されているものを除き、1978年11月中旬から12月上旬時点のものとする。 テレビシリーズ放送中に夏休み映画として公開されてヒットした2本の長編作品と1998年に公開された中編作品がある。先に制作された映画版2作品の大きな特徴として青春映画にしたいという制作人の意図により映画版1作目において主人公の鉄夫の年齢が10歳から15歳へと5歳引き上げられたことと漫画版 テレビアニメ版に比べ、鉄尾の顔が男前になっていることである。鉄尾の顔の変化についての詳細は、星野鉄尾原作、TV 版と劇場版級2作の設定の違いを参照。映画版では、テレビシリーズとは、メインの3人以外の声優が一部異なり、ナレーターは2作共通で、上達や、3作目のエターナルファンタジーでは、夏や銀いを。映画版1作目で、 ペンダントとなっている、メーテルの父、ドクター・バンは、悩ごろう。後に、映画版1作目と2作目が地上派で、テレビ放送された時は、テレビシリーズ同様、フジテレビが、ゴールデン洋画劇場などの時間枠で放送していたが、1989年と1990年の12月下旬に、TBS が、奥様劇場の時間枠に、 これら映画版2作品を全後編に分けて放送したこともあった。全2作の家庭用ビデオソフト化の際、当時 VHS の標準モードの有効調に収まらず、VHS 版はカット版となっていた。一方、ベータではベータ2の有効調に収まったのでノーカットであった。漫画版アンドロメダ編をコンパクトな形で再構成した全編新作のアニメ映画作品。 1979年公開。制作した東映動画は、設立以来、親会社の東映の下で、劇場アニメ映画の制作をしていたが、本作が、東映動画にとっての初の自社制作の劇場映画となる。監督のリンダロー、キャラクターデザインの小松原和夫、美術の向こう高村のトリオは、松本原作のテレビアニメ、宇宙海賊キャプテンハーロックのスタッフであり、 これを気に入っていた、東映動画の今田智則社長による指名である。従来、東映動画の劇場長編の監督を務めるのは、社員のみで、社外の人間に監督を任せたのは、初めてのことであった。当時ハリンダロー監督の知名度が低いため、工業上の要請で看板として、ネームバリューのある市川昆が監修として参加。市川は、脚本と絵コンテを見て、 原作冒頭の鉄尾の母の死のシーンを回想に回して旅立ちから映画をスタートさせると、リンタローラスタッフにアドバイスなどをしている。ストーリー構成は、制作当時までに原作で描かれてきた山場と言うべきエピソードを中心に再構成。原作、テレビでは旅立ち前の出来事であった、機械白爵との決戦が中盤に移動しているなど、時系列の入れ替えが大胆に行われている。 999での旅を通じて描かれる、鉄王の成長とともに、ハーロックで登場するアルカディア号が、どういう経緯で、土地郎の意志を持つようになったのか、未完となっていた漫画、クイーン・エメラルダスでの、土地郎を探す彼女の旅の結末なども、本作では描かれている。ラストの鉄王とメーテルが分かれるシーンは、収録の際、野沢、池田ともに感極まって泣き出し、 他のスタッフももらい泣きして、なかなか進まなかったという。本作最大の特徴は、原作、テレビアニメ版ともに未完結の時点での制作であったにもかかわらず、これからも、鉄王の旅は続くといった知り切れにせず、これらに先んじて、アンドロメダ編の結末を最初に披露したことである。メーテルの正体や、機械の体をただでくれる星の真実といった、 序盤から挙げられていた謎の回答を先に見せるという、当時としては大胆な試みがなされた。そのため原作への影響を懸念する声も出たが、原作者の松本は、鉄夫が停車駅で繰り広げる幾多の出会いが大切なのだから、大丈夫と答えたという。また、この制作方針は1986年公開のアニメ映画、北斗の県でも踏襲された。 東映の岡田茂社長は、記者会見で、中高生を対象にして、配給収入の目標を10億円としていた。1978年公開の、さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち一周目の、配集の80%の出足だったことから、さらば宇宙戦艦ヤマトに比べると客層が低く、小中学生主体だったことから、夜の会の興行が弱く、 9月に入って学校が始まると動員力が大きく落ちると見られ、最終的には、さらば宇宙戦艦ヤマトの60%ぐらいで、最終配集12から13億円と予想された。しかし結果はそれを上回る16億5000万円。宇宙戦艦ヤマトの劇場シリーズは大ヒットしても儲けをごっぽりオフィスアカデミーに持って行かれるが、銀河鉄道39は、東映の制作。 配給、工業のため、うまみが大きく、東映にとってもまさに高校息子であった。1979年度の邦画の第一位で、これはアニメ映画史上初の快挙だった。さらに1980年の第3回日本アカデミー賞特別賞を受賞。映画雑誌、キネマ淳報のキネマ淳報ベスト10では17位と、映画としてアニメ映画が評価されなかった時代に、 異例の評価を得る。同じくキネマ旬報の読者選出ベスト展では5位、ピアノ・ピア展では8位を獲得している。映画パンフレットも105万部を売り上げ、松本0時ブームの頂点を成した。1970年代後半から1980年代前半に巻き起こったアニメブームを代表する作品の一つである。青木望の音楽によるサウンドトラック。 公共誌銀河鉄道39はオリコン LP チャートで1位、銀河鉄道39ドラマ編も同チャート5位を獲得。当時人気絶頂だったロックバンド5代後による主題歌銀河鉄道39もオリコンシングルチャート最高位2位ザベスト10最高位1位を獲得。当時のアニメ主題歌として歴代最高売上枚数を記録し、シングル売上は120万枚に達した。 アメリカでは、ギャラクシーエクスプレスの題名で1981年に、ロジャー・コーマンが設立したニューワールドにより公開された。アメリカ版を制作したのは、風が吹く時などを監督したジミー・ティー・ムラカミで、英語字幕を作り、長すぎるという理由で再編集して1時間30分に短縮された。映画評論家の森拓也は1983年公開のアメリカ映画、 銀河伝説クルールに影響を与えた可能性を指摘している。このアニメ映画をもとにした小説版は出版社別に3作あり、そのラマ文庫ではテレビシリーズの脚本を手掛けた藤川警海が集英者からはコバルト文庫の若崎健と少年少女モンキー文庫の林隆のほか原作を掲載していた少年画報社からは井口義江氏により、 小説化している。2020年10月4日、2020年度後期の番組改編によって新設された BS1 日ルビのアニメ番組枠、日曜アニメ劇場の初回放送作品として放映された。前作からさらに2年後の世界を舞台にした続編。1981年公開。松本霊児は続編を制作したのは前作では解決していなかった。 機械帝国の問題に決着をつけ、少年の自立を描くためとして、これをもって銀河鉄道39は完結としていた。そのため前作で描かれなかった生身の人間から魂を抜き取り、機械化人のエネルギーにしていたという、機械帝国の実態とメーテル、プロメシウム親子の過去や、車掌の正体というすべての謎を明かしている。 生身の人間と機械化人との戦いに決着をつけることで本シリーズ通じての根本のテーマである限りある命の尊さを印象付けた。機械化世界の衰退とそれへの反発を表現した内容が多く見られ、機械化世界のコントロールの難しさが表現されている。前作ほどの配給収入は得られなかったが、目標としていた工業成績はクリアして商業的には成功。 前作の大ヒットにより、会社命令で作ることになったのだが、監督のリンダローは、第一作でやり尽くしたとして、当初監督を誇示していた。プロデューサーの高見義夫も、内容的には一作目の輝きがなかったと認めており、アニメ監督の細田守のようにリンダロー作品で、ナンバーワンというファンもいるが、一般的な評価は低い。999号の描写はより実写に近いものと、 なっている。本作の主題歌、さよならは30万枚を売り上げた。物語中盤と終盤にて鉄尾に対決を望む、機械化人、黒騎士ファウストは、江森ール前作で死んだキャラクターの声を当てているキャストも、別の役で再登場しており、機械白尺の柴田秀勝は、機関車、クレアの朝神陽子は、メーテルの体を狙う機械化人で999号の、 シンウェイトレスメタルメナ、トチロウの富山隆は、惑星ラーメタルで鉄を助けたパルチザンのミャウダー、リューズ役の小原のり子は、ハーロックで持ち役だったミイメとして声を当てている。映画キャンペーンとしては、前作のミステリー列車に引き続き、列車関連として中国大陸 SL ロマンの旅を50名に、プレゼントすることになり、1万人が応募した。公開当日の一時から五時には、 日本放送のオールナイト日本が4時間スペシャルのラジオ番組を放送し番組内ではラジオドラマも行われた原作に相当する漫画が存在しない劇場オリジナル版だが終着役のビジュアルデザインは映画公開後も続いた原作漫画にも反映されプロメシウムの顔を彫刻した巨大なタワーや生身の人間から命の火を抜き取る工場が ルツボとして登場している。また、999号が到着する駅の前景を1ページ全部使って載せているシーンでは、松本の筆で描かれた終着駅のラフが用いられている。終盤に、ズッコケナイトドンデラマンチャの第6話のゲストキャラ、アルカポネンとカポネンの子分が、仮面を出演しているが、これは、第06話の絵コンテ、原画、作画監督、 キャラクターデザインを手掛けた金田以降によるものである。小説版も前作と同じ出版社3社から出された。コバルト文庫の若崎健と少年少女モンキー文庫の林隆は前作から続投。そのラマ文庫は脚本を担当した山浦博康が執筆した。1996年より再開された漫画のエターナル編を映像化。 九百九十八年の春休み映画で、東映アニメフェア扱いではない。東映動画創業を四十周年記念のファン投票で一位を得た、長靴を履いた猫の、ニュープリント版との同時上映の形で公開された五十四分の中編作品。九百九十九の年ということから翌九百九十九年に、完結編となる二時間長の長編が予定されており、ストーリー的には、 導入部のみで完結していない。ポスターや、前売り券ではもっぱら本作主体のデザインの隅に、旧作の長猫の紹介が配置された程度にもかかわらず、旧作の長猫約80分に対して、新作の本作が54分と OVA 程度の時間弱であり、原作のエピソードが削られたり、もっと後の物語が含まれたりしていた。東映の直映館には上映終了後に、 多数の苦情が寄せられ、東映側が目標としていた、配給収入7億円に及ばない、約2億円の興行結果により、1999年公開予定の完結編は制作中止となる。当作はエターナル編を下敷きにアニメ化しており、従って、テレビアニメ版とも、映画前2作とも違った、設定の部分がある。 部分的に全2作の映画版やテレビ版の設定がなされていることがあるが、基本的に原作アンドロメダ編の設定を引き継いでいる。鉄尾の用紙が劇場版として初めて原作と同じものになっている。テレビ版や初期映画2部作からスタッフは一新されたが、メーテル、鉄尾、車掌の3名はこれまでと同じ担当声優が17年ぶりに再登板している。 再登場となるキャラクターではクレアが、水口優子、ハーロックが、山寺孝一に変更されており、この作品が初登場となる、メタノイドの女戦士ヘルマザリアは、坂木原良子、電子妖精カノンは、戸田恵子が担当している。本作の公開に合わせ、1997年10月10日から1998年にかけて、日本放送の岩尾純子と小口。 秋久のスーパーアニメがヒットトップ10ないと ABC ラジオで原作アンドロメダ編とエターナル編の冒頭エピソードを元にした全18話のラジオドラマが放送された。回想シーンに出てくるプロメシウムの姿は原作のものとなっている。999シリーズでは初の全編デジタル再色で制作され、999号は 3DCG で描かれている。 翌年の完結編でヤマトの登場が予定されていたため本編エンディング直前のカットに後ろ姿で登場している。上記の作品はすべて東映動画制作。東映アニメーションとコンテンツジャパンがアドビフラッシュで制作、インターネットで有料公開したリメイク作品。999にちなんで2002年9月9日9時から全6話を有料配信した。 2003年には銀河鉄道39風滅の空間軌道のタイトルで2巻の DVD に収録されて発売。監督はテレビシリーズの西沢信孝と新たに小坂春女が担当。主要なキャストは野沢雅子、池田雅子、肝付兼太に加えナレーターは高木氏と従来の配役を踏襲し、原作者の松本霊児もメーテルに命令する謎の声として、 特別出演。また、テレビアニメでは、多少のアレンジが加えられていたのに対して、本作は、原作漫画に忠実に作られている。フラッシュでリメイクした背景としては制作当時、日本の一般家庭におけるインターネット回線は、ISDN が多く、高画質なアニメーションを軽量なデータ送信で、提供することが可能と判断されたため。なお当初は、 フラッシュの特性を生かしたインタラクティブ性が取り入れられた配信がなされていたが、DVD 版及び現在各サイトで実施されている。版ではそれは割愛され、普通の映像作品として配信されている。ゲストキャラクターの声優はテレビアニメ版から変更されている。九州電力のホームページで公開されていたアニメーションで宮殿の事業を PR する内容となっている。 原作者の松本零士も参画し、制作費は数千万円。シーズン1は2010年7月末から1話ずつ配信され、9月24日までに計5話が配信された。2011年2月よりシーズン2を全4話公開。現在は配信終了。映画第一作と映画第二作を漫画仕立てにした。 フィルムコミックがそれぞれ全4巻で刊行されている。旅立ち謎の時間上へ、機械白爵との対決メーテルとの別離旅立て、鉄を謎の黒騎士新庄をメーテル機械帝国の崩壊長らく絶版だったが、映画第一作のフィルムコミックス全4巻は1999年11月22日に、映画第二作のフィルムコミックス全4巻は2000年一月十二日に、 表紙カバーをリニューアルした復刻版がそれぞれ刊行された。テレビスペシャルのフィルムコミック。君は戦士のように生きられるか。を全3巻で永遠の旅人エメラルダスを全2巻で刊行。この記事は以下のカテゴリでも参照できますさよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅に関するカテゴリ銀河鉄道39エターナルファンタジーに関するカテゴリ 銀河鉄道39ガラスのクレアに関するカテゴリー、ありがとうございます。